崎の方はエリソンが戻ってきて、まあ、天皇杯でもゴールを取りましたけれども、6月にニック離れで離脱をしていましたが先発に入りました。先頭ではないと本人も話してましたが、いきなり先発ですね。そうですね。セレッソの方は7枚天皇杯からメンバー変更、最終ラインは同じメンバーで戦っています。明治安田 J1 リーグ第23節前半がスタートしました。瀬古逆サイド、マルシーニョと奥田、うん、マルシーニョ、マルシーニョ、マルシーニョ来た、あ来た、ワンキゼンベー、クロスバー、キムジンヒョン、ナイスキーパー、よく触りました。ずらしてきます。瀬古ハイボール高い、真ん中へヘディング、今度はチョン・ソン・リョン、ナイスセーブ。その使い分けですね。マルシーニョ内側から立花田、マルシーニョ狙ってきた、こぼれているが抑えた、抑えた。大島は真ん中にとどまるっていうよりも左に流れちゃったんですよね、はい、だからそこはこうバランス取りたいですよね。一枚は残したいんで、来た、マルシーニョ抜けた、マルシーニョだ、マルシーニは完全に抜け出しました。大島、瀬古、大島、前向いた、マルシーニョ見る、いいボールが来た、マルシーニョ、キム・ジンヒョン、ナイスセーブ。瀬古こぼれる、クリア、前半終了のホイッスルです。ホームの川崎がマルシーニョのゴール1点リードの折り返しです。後半がスタートしました。エンド変わりまして、右にエンド、川崎フロンターレ水色のユニフォーム、ビトール・グエノが入りました。時間ができますし、セレッソがバランス攻撃で崩してはいるのでチャンスになりますよね。セヒカルド、スナキ、レオセアラ、ワンタッチ、カプシャーバー、ビトールブエノ、ニアに飛び込んできた、お見事な合わせ、ニアで合わせました、ビトールブエノ、セレッソ同点。繊細なタッチでした。うまかったですね。で今のはやはりこのウイングのところですよね。そこのトリビです。ルーカス・フェルナンデス、うまく体使う、2人で挟んだ、立ち花田奪って、家永、立ち花田入れてくる、逆転、小林優、おーきたよく見てましたね。立花田ですね。はい、でここに入って、このやっぱね合わせ方、ストライカーですね。これはこれぞ小林優です。得点なしです。どうでですかね。キム・ジンヒョンはカプシャーバへ。ちょっとこのバックパスをカプシャーバ、繋がってカプシャーバ。おー、ナイスキュー。パスだったと思うんですけど、少し不用意でしたね。ベロン、ダメだ、入れる、柴山、柴山、おー、試合終了、引き分けです。1対1、これで川崎はリーグ戦5試合連続の引き分け。